ミラ・ソルビノはアメリカ合衆国の女優。1995年に誘惑のアフロディーテでアカデミー助演女優賞を受賞した。ニュージャージー州出身。父親は俳優のポール・ソルビノ。学業優秀でハーバード大学の東アジア学科を優秀な成績で卒業した。中国における民族主義を調査した卒業論文は同大学の学生を対象とするフープス賞を受賞した。在学中に北京に留学し、流暢な中国語を話す。また、フランス語も話せる。卒業後には映画制作会社で働き始めた。父親は彼女が女優になることに難色を示したが、徐々に演技に興味を持つようになり、オーディションを重ね1993年に映画デビュー。1995年に誘惑のアフロディーテでアカデミー助演女優賞を受賞した。クエンティン・タランティーノと交際していた時もあったが、2004年に14歳年下の俳優のクリストファー・バッカスと結婚した。二人の出会いは、あるレストランで、ミラのテーブルについたウェイターが彼だったという。二人の間には、2004年、長女誕生、2006年に、長男、2009年に、次男、2012年に次女が誕生。ありがとうございます。